前のモデルのレガシーからチュンドバイス TI シリーズということで展開させていただいてまして、まあ、直近ですとエクシーガでもやってました。でそのモデルを継続的に使えるグレード名称ということで今回新たに TS というグレードを設定しました。ですのでモデルとしても、まあ、ご覧になっていただければ分かるように足回りを中心に STI の考える走りをしっかり実現したモデルになります。で、まあ内外装においても、まあ、定番となってます、アルミホイール、マフラー、あとスポイラーですね。であと内装は、まあアルカンターラとかのコンビシートをはじめとする専用内装で、まあ、乗っていただいても走りを楽しめますし、またオーナーさんにこう視覚的にも訴える持つ楽しみ、そういったところにも傾注して、開発したモデルとなっています。シャシーを仕上げるために今回新型レガシーに向けてフレキシブルターバー、これはもう従来から新型レガシー用で販売してますが、その他にも R205 で好評だったフレキシブルドローステフナー、あとエクシーガで新採用になりましたフレキシブル、サポートリアで、サスペンションの、ビルシュタインのショックアブソーバーとコイルスプリングなんですが、まあ米車にもついておりますが STI 専用のレートでセッティングし直します。はい。で、台数なんですけども600台の限定ということにさせていただいております。B4 ツーリングワゴン、あと、6速マニュアル、5速 AT というモデルがございまして、まあ、台数は受注生産になりますので、それぞれトータルで600台という展開になっております。あと外装色ですが、4色展開されております。ホワイト、ブラック、グレー、そしてこのダブラルブルーなんですが、このダブラルブルーは、新型レガシーでは STI 専用色として設定しております。